元キャバクラ嬢で実業家、モデルの相沢恵美里さんが2022年7月7日、鼻の整形手術を受けたことをツイッターで明かした。相沢さんは現在、美容クリニックのプロデュースも行っている。益若つばさんも絶賛、かわいい。相沢さんはツイッターで、鼻先削りました、と、鼻を削る整形手術を受けたことを報告、抜歯を割ってメイクしたと綴り、ピースサインをしている自撮り写真を公開した。また、相沢さんは同日にインスタグラムのストーリーズも更新し、同じ自撮り写真を投稿。整形以外にも、アートメイク本当にやってよかったと綴り、ヘアライン、眉毛、リップのアートメイクを施していることを明かした。ツイートにハニモデルの益若つばさんも反応し、エミリちゃんはいつでも今が可愛い、とリプライ。また、ファンからは、という声が集まっている。